働き方。柳井市に本社を置く秋冬貨物にやってきました。秋冬貨物は柳井市をはじめ県東部を中心に運送業をしています。そんな秋冬貨物の新しい働き方って何ですか？この年齢制限がない短時間勤務制度です。私は共働きなので急な子供の病気の時も早退できるので助かっています。年齢制限がないのでこれからも安心です。私も子育て世代なので分かります。子供って急に風邪をひいてしまうんですよね。全国平均を上回る女性管理職比率達成です。女性が少ない運送業界ですが、秋冬貨物は女性管理職の登用に力を入れています。働く時間を自分で決められることがいいところです。女性の管理職比率の全国平均は 6.9% なんだけど、秋冬貨物は 50% なんだって。高齢期就業準備休暇制度の導入です。勤続5年以上で45歳以上の従業員は連続して10日間の有給休暇を取ることができます。より長く働ける職場を目指しています。連続で10日間もすごい。身近なところで想像以上に働き方は変わってる。もっともっとこんな風に楽しく自由に働ける場所が広がるといいな。もっとワークワクワク。山口県の働き方新標準。